聖杯とは、下記の事物を指す。キリスト教の儀式である聖賛に用いられる酒カリス。キリスト教の聖遺物の一つで、最後の晩餐に使われたとされる酒中世西ヨーロッパの聖杯伝説に登場する酒以下、聖賛、聖遺物、聖杯伝説の順に解説する。晩餐のキリスト聖法教会では、聖杯は、カリス。 チャリスなどとも表記される。これに対し聖教会では、聖釈と呼ばれる。教官福音書によれば、最後の晩餐でイエスはパンを裂き、私の体であると言って、弟子たちに与え、酒好きを取って、私の血であると、弟子たちにその酒好きから飲ませる。ヨハネによる、福音書には、この場面はない。ルカによる、福音書に、私の記念として、このように行いなさいとある。 キリスト教ではこれに由来して生体配慮の儀式を行う。教派により多少異なるが、例えばカトリック教会ではカリスに水で薄めたワインを入れ、パンとしてホスチアを用いる。イエスと弟子たちの最後の晩餐に使われたものと信じられている聖杯はいくつか存在する。エルサレム近くの教会にあったとされるもの、ジェノバ大聖堂にあるもの、 バレンシア大聖堂にあるモノメトロポリタン美術館に、あるモノ聖杯イギリス、フランス、ドイツなどを中心に、聖杯を探し求める騎士の物語、あるいは、それをモチーフにした奇跡譚が数多く語られた。これを聖杯伝説という。その最初のものは、1180年代に、フランスの詩人、クレティアンド・トロワによる未完の騎士道物語、ペルスバル、あるいは、 聖杯の物語である。主人公ペルスバルが、漁夫王の城に招待された席で、その食事のコースの合間ごとに、いろんな人物が、槍や食材を持って現れる。最後に現れた乙女が捧げ持つものが、飾り立てられた聖杯である。この作品をもとに、ドイツの詩人ボルフラム・フォン・エッシェンバッハは、大作、パルチバールによって、アーサー王宮廷騎士物語と、 聖杯物語の融合を成し遂げた。これをキリスト教に結びつけたのはフランスの詩人ロベール・ド・ボロンによる1190年代の作品であろう。それによれば、アリマタヤのヨセフがキリストの卓形の際のイエスの地を聖杯で受けたとし、ヨセフはその聖杯と共にアバロンの島に渡った。また、アリマタヤのヨセフは イギリス最初のキリスト教会を作ったと信じられていて、その場所は現在のグラストンベリー修道院とされている。12世紀にピレネーのカタリ派教会に聖母マリアが持つ鉢から炎のようなものが出ている壁画があり、これがグラールではないかという説もある。日本語では聖杯と訳しているが、これが杯かどうかは定かではない。グラールは 古代フランス語あるいは、プロバンス語であって、ラテン語で、ラあるいは、食事のコースの位置区切りを意味する、グラデリスに由来するのではないかという説がある。一方で、ラテン語グラデリスは、英語のグラドゥアーレ、ダン、または、ダンの意味ではないかとの異論もある。作者トロワは、フランドル博、フィリップ・ダルザスから作詞を依頼された時に、話のネタの提供を受けていたというから、 グラールは、フラマン語である、可能性も強い。また、ギリシア語のクラテール、器に由来するという説もある。1982年に、ヘンリー・リンカーンらにより、英国で出版されたフィクションホーリー・ブラッド、ホーリー・グレールは、フランス語で、王家のケチ脈を意味するサンブレアレに由来すると、考えた。サング・リアル・サング・リアル、サング・リール・グラールしかし、文献に登場する。 年代順は逆のようである。グラール・セインとグラール・サングリアル・リンカーンらは、聖杯イコール、キリストのケチミ役であるとの立場から、南フランスを舞台にした宝探しを、これに結びつけた。バロック時代のフランスの画家ニコラ・プッサンの代表作、アルカディアの牧人たちでは、破壊しに、ラテン語で、エインアルカディアエゴと書かれているのを牧人たちが、覗き込んで思いにふける様子を描いている。 レインアルカディアエゴは、並び替えると、愛、テゴアルカナ大となるとして、リンカーンらは、これを、イエス・キリストのケチミアクに関する秘密と解釈した。リチャード・アンドルーズらはこれを受け、問題の絵は、イエスの墓の位置を示しているとして、南フランスの山中に、その位置を推定した。テンプル騎士団がスコットランドに逃れて100年後に、テンプル騎士団の子孫、ヘンリー・シンクレアが、 大西洋を西に向かって謎の航海をしたという記録がある。サンベルナールの調査によると、テンプル騎士団は財産をカナダの東海岸に位置するノバスコシアなどに隠したとされ、一部はアメリカにも渡ったともされている。また、聖杯はヘラクレスの柱の向こうに眠っているという記述もあり、カナダ説を裏付けているとされるが、ヘラクレスの柱の一問題は、 アトランティスの研究過程でも問題となっている。スコットランド、ミドロシアン州ロズリンのロズリンチャペルの螺旋柱の中にあると、トレバ・レブンズ・クロフトは1962年に20年の研究の末に発表した。しかし柱という柱、建物内のすべてが金属探知機で調べられたが、結果は得られなかった。つまり、その情報は誤っていたか。 ロズリンチャペルに一時的に保管され、その後にロズリンチャペル以外の場所に移動された可能性もあるイングランド、スタンフォードシアにあるリッチフィールド家の庭園にあった記念石碑にもその鍵があるという。ニコラプッサンのアルカディアの牧人たちを元にした胸像である。また、この石碑には DOUOSVAVVM と刻まれている。 イギリスのプレッチリーパークの暗号研究所の元解読範囲であり、ナチスドイツが第二次世界大戦中に開発した暗号機エニグマを破った男、オリバー・ローンが2004年この暗号解読を試み、ヤソ・ディファイという異端の立場を示したものと発表した。ありがとうございます。